んにちは。本当に先生のおかげで、はい、今あの YouTube を出して出させていただいて、問い合わせが私すっごいいっぱい来るので、はい、一番ちょっとだけ困ってることが、わからないことがあって、はい、それが安藤鹿さんのその、オールオンホールの値段が私からはちょっとわからないので、はい、正確なところを伝えた方がいいのかなと思って、ね、今日はお時間取っていただきました。毎日量なのはね、皆さんも分かってくれるようになったんだけど、はい、やっぱ費用がどうしても聞くんですよね。まあ、従来のね、8本、10本入れる治療に比べると半額ぐらいでできるっていうのが特徴なんだけど、はい、残念ながらやっぱり今でも決して安くはない。僕の病院はいつもこう治療計画書を作って、ね、はい、プランに1、2、3ってあって、その人の状況に応じて一番いい方法、2番目に方法、3番目に方法、全部提案するのね、はい、ですのでその人の予算がちょうど全部100万円だってなった時には2とか3になるわけ、はい、でもしオールホール上下やる場合だとどれぐらい費用がかかるかという例を説明するとね、はい、手術と同日に仮歯が入るので、通常仮歯も含めて、うん、まあ、上顎、あとでね、うちのスタッフがちゃんと説明しますね、はい、だいたい上顎が200万円くらい、はい、これは税込みです、はい、以前はね、税別の180万円だったね、で下顎は逆に値下げされまして、はい、税込みの180万円、はい、これで手術が受けられます、ね、はい、そしてその上に取り付ける歯なんですけど、うん、歯は全部で12本ずつ上下生えるのね、はい、で1本あたり大体3万円程度の歯と、1本あたり5万円程度の歯と、やっぱり最高の歯は1本あたり15万円ぐらいするものがあって、それは患者さんの予算に合わせて選んでもらうのね、ですので3万円の歯だと税込みで大体40万、5万円の歯だと税込みで大体70万、はい、ね、そういったイメージです、ね、ですから3つ選ぶことができるってことですね。そうですね、患者さんの中には、ね、私真ん中でしたっけ、真ん中70万円の歯が入っています。、はい、この歯も結構長持ちします。すごい綺麗ですね。してください。すごい綺麗、まあ、今にいいやつ作ってあげるね。そういうことです。じゃあ山崎さんいいから、ここから説明してください。はい、お願いします、はい、じゃあ交代します。今から細かいお見積もりについてご説明させていただきます。まず、手術の費用なんですが、先ほど技術の方からご説明あった通り、はい、最低金額が、380万円の費用になります、はい、こちらが、まずインプラントメーカーによっても費用がそれぞれ変わってくるんですけれども、一番トイレ使っているノーベルバイオケア社について、細かくご説明します、はい、でまず上下のオールの方になりますので、はい、上と下で費用が変わってきます、うん、上の費用が手術の費用が、200万円となっております。で下が180万円、上下で行う場合にはこちらプラスで380万円の費用になります。でここは、この費用にプラス当日の仮歯代まで入っておりますので、はい、こちらで手術が行われます。あとは最後に在庫インプラントの加算という項目があるんですが、こちらは、3次元の CT という画像を取りまして、うん、そこで、精査をして骨の状況によっては、はい、この長い頬骨を使うインプラントが必要になってくる場合がございます、うん、こちらは1本につき40万円の加算となりますので、本数分という形になります、うん、であとは、手術に必要なのは、はい、麻酔の費用がかかってきます、はい、麻酔は、静脈内鎮静法といって、うん、専門の麻酔科医が点滴からお薬を入れる麻酔になります。半分眠っているような状態で受けられます。起きた時には手術が終わっている状態になります。こちらが、費用が7万円、はい、最後に、先ほどお伝えしました3次元の CT の画像の診断料が1万円、で基本的には、手術から1ヶ月後に本場の型取りをして、はい、2ヶ月半から3ヶ月後には本歯が入ります。仮歯、はい、と本歯の違いっていうのは、仮歯、はい、は全てプラスチック製でできております、はい、なので長く使うには耐久性だったり、うん、あとは手術の即日で作っているものなので、うん、精密に型取りをしているものではありません、うん、清掃性が低下したりだとか、うん、そういった面もありますので、はい、本歯を作らせていただいております、うん、本歯には中に、金属のフレームという軸が入っておりますので、割れたりだとかそういうリスクを防いで長く使えるものをお作りしております、はい、でこちらが、上部構造当院で3種類の中からお選びいただいております。お写真見ていただきたいんですが、
こちらを見ていただいて、まず1つ目、オーロンフォアクリリックというものです。はい、こちらが、変額40万円の刃になります。上下で80万円、はい、中に金属のフレームが入って刃がつきます、はい、でその一つ上のランクのものがこちら、うん、オーロンフォエステティックハードレジンというものです。こちらとアクリリックの違うところ、はい、一番はここの見た目の問題になります。歯茎のところにちょっと見づらいですが、鮮明な、そうなんです、すごくリアルに作られているところ、そうですね、あとは細かい凹凸だったりもついております。人間の歯茎、天然の歯茎ってあの細かい凹凸があるかと思うんですが、そこまで再現することによって入れた、お口の中に入った時に違和感なくお使いいただけるような構造になっております。で最後にこちらフルジルコニアというものです。こちらは、素材がオールセラミックのものになります。なのでセラミックの特徴として、長年使っても色がつきにくかったり、すり減りがなかったりということで、一生ものとしてお使いいただけるようなものになります。反対に言うとこちらのエステティックハードレジンとアクリリックは、必ずすり減りだったり着色っていうのは、出てくるものになります。平均的に言うと10年後前後くらいには、まあ、修理だったり作り直しということが必要になってくる場合もございます。こちらに戻りますけれども、オーロンフォの上部構造の費用もプラスして、総額でいくと468万円という形になります、これが最低金額になります、はい、あとは、このインプラントの種類だったり、オーロンフォの上部構造の種類をお選びいただいて、プラスで加算という形になっていきます。なるほど、買ってきました、はい、今頃なので、まあこの金額が最低金額になってきてしまうので、やっぱりその費用の面で悩まれている方がかなりたくさんいらっしゃいます。結構ね、そうみんなそこですからね。そうなんですね、悩みは。で、そういう方にはこの上部構造、この3つの中のどれかを、作る時期を決めることができます。ああ、なるほど。手術のこの費用に、当日の仮歯代まで含まれておりますので、これだけ手術を行って、はい、仮歯の状態で、まあ長くて2年ぐらい、1、2年お使いいただくこともできます、はいはい、ただ最初にお伝えした通り、清掃性だったり、破裂のリスクだったり、他にも多少リスクとしてはありますので、はい、それは、事前にご注意事項としてご説明させていただきます。なので噛み合わせが強い方だったりすると割れてきてしまったり、炎症の原因にもなってしまいますので、使う予定が最初2年間だったということもありますけれども、途中でそろそろ本番に作り変えた方がいい、良さそうですねっていうご相談をさせていただく場合もございます。なので、手術を行うには最低金額は388万円ですね。388万円が仮歯まで、はい、ああ分かりました。金額にはい、いや、よくわかりました。自分も真ん中の肌っていうのが分かってたんですけど、果たしていくらかかったのか記憶にもう飛んじゃってたので、そうですよね、これで皆さんに、説明できます。ありがとうございます。よかったです。はい、ありがとうございます。